突風は松本清張の短編小説。夫人口論1961年8月号に影の車第8話として掲載され、1966年12月に短編集、突風収録の表題作として開演者から刊行された。1977年1983年にテレビドラマ化されている。羽村ラ・子は、 総務部長に出世した夫の年夫が浮気を始めたのに気づいた。しかし夫は白状しなかった。浮気相手が銀座のバーの若い女であることを突き止めたアキコは緑というその女に会う決心になった。水商売の雰囲気に緊張するアキコ。だが緑はアキコに年夫とは商売上をやむを得ず付き合っただけでいつでも年男を返すつもりだとサバサバした口調で答えた。 アキコには、緑が腹黒い女には見えなかった。夫がのぼせているだけなのだと考えるアキコだったが、今度は、夫が、自暴自棄に陥るのではと心配になる。しかしその後も夫の様子に変化はなかった。思い余って、探偵者に頼んだアキコは、緑が、藤田良一という若い男と同居していることを知る。良一は緑に稼がせている紐生活者とのことだった。 アキコは良一に会い、夫と別れるよう緑を説得してもらおうと、決心した。ヤクザ系の男かと緊張するアキコ。だが良一はアキコに、きっぱりと年をと手を切るよう、緑に言うつもりだと、両家の指定のような立派な態度で答えた。アキコには良一がだらしないおたものには見えなかった。探偵者の報告がオーバーだったのだと考える。 アキコだったが、真剣な表情で説得を約束する、年下の若い両一に、妙な気持ちを覚える。しかしその後も、他の様子に変化はなかった。気の弱そうな両一が緑に強く出られないのだと思ったアキコは、両一を気の毒に思いつつ、再び両一の元を訪れる。アキコの予期した通り、両一は、哀れげにわびた。続けて両一は、少年のようにあどけない表情で、 秋子の態度を褒め始める。こんないい奥さんを放っておいて、緑みたいな奴に気持ちを奪われている羽村さんが理解、できません。両一の思わぬ愛情をめいた言葉に、秋子の顔が赤くなり、胸の中が震え出す。1977年9月18日、TBS 系列の東芝日曜劇場は国手放映。視聴率セント。DVD 化されている。 松本清張の突風。1983年11月26日。TBS 系列のザ・サスペンスは国手放映。視聴率13.1%。ありがとうございます。